疑問詞を含む意とは、形は疑問詞の後に B 動詞の過去形、過去分詞、意味は何々されたです。では疑問詞とはどのようなものがあったでしょうか。そうです、 when や where などがありましたね。では B 動詞の過去形はどのようなものがあったでしょうか。そうです、 was や were などがありました。では過去分詞とはどのようなものだったでしょうか。そうです、例えば make 現在形、 made 過去形、 made 過去分詞のように3つ目のものが過去分詞でした。それでは例題を見てみましょう。 Oh, that is 福岡 castle. あれは福岡城ですね。 When was it built? それはいつ建てられたのですか。 When 疑問詞、 was B 動詞の過去形、 built 過去分詞になっています。それでは今から二人の先生の対話を聞いてみましょう。そこで疑問詞を含む受け身がどこか探してみてください。That's a beautiful picture. I really like it. Oh, thanks. My friend took it. Oh, really? Where was it taken? It was taken in Saga. 受け身がどこかわかりましたか？That's beautiful picture. I really like it. 美しい写真ですね。私は本当にそれが好きです。Thanks. My friend took it. ありがとう。私の友達が撮りました。Oh, really? Where was it taken? 本当ですか？それはどこで撮られたのですか？ It was taken in Saga. それは佐賀で撮られました。では疑問詞を含む受け身の文はどれでしょうか。そうです、ここが疑問詞 B 動詞の過去形、過去分詞、疑問詞を含む受け身の文です。今日の目当てはされたことについて言えるようにしようです。それでは練習問題に取り組みましょう。近くに河川部を訪ねる文にです。カッコ1、They closed the shop yesterday. Yesterday は時を表しますから、下線に疑問詞は何が入ると思いますか？カッコ2、They found the key under the desk. Under the desk は場所を表しますから、こちらに疑問詞は何が入るでしょうか？ B 動詞の過去形は was とはどちらでしょう？カッコ3、 The cat was found yesterday. Yesterday も時を表しますから、疑問詞は何が入るでしょうか。 B 動詞の過去形は何になるでしょうか。四角さん、クイズです。 It's used when we look at words. それは単語を調べるときに使われます。 It's sold at a bookstore. それは本屋で売られています。Take a guess. 何でしょう？この例文を参考にして自分でクイズを作ってみましょう。学習の振り返りです。疑問詞を含む受け身についてどのようなことが分かったか書きましょう。それでは練習問題に取り組みましょう。